けぼの清きみんなみの港にぎぼうのも船や町は田舎のかずまして、いや栄えゆく我が緑も深き遠の山、巡る入り江の水なごみ、清き心に物人の睦み親しむ我が魂。ゆかりも古き波の上、捧げもて理想の時事に進まらん、望み輝く我が こんにちは。こんにちは。時刻は12時になりました。今日は11月4日木曜日、FM 那覇から生放送でお届けします、トークランチョンビート。本日のお相手はセバスチャンとステファニーです。今日もよろしくお願いします。お願いします。11月4日は、はい、ユネスコ憲章記念日。はい、そうなんですね。ユネスコってあれだよね、世界遺産とか決めるやつでしょ。うん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 。1946年のこの日、ユネスコ憲章が発効し、国連教育文化機関ユネスコが発足したっていうことで、ね、国連教育文化機関なのね、ユネスコの正式名称は。国連教育、日本語でのね、教育学文化機関です。教育学文化機関、なるほどね。はい、でもね、あの世界遺産っていうね概念を作ってくれて、私はすごいありがたい機関だなと思いますよ。うん、ね、あのさ、過去のさ、日本人類が作ったさ、すごい遺跡とかさ、大自然はさ、うん、世界共通の大事な宝物として守っていかないといけないからね。うん、壮大な、うんうん、このトークランチョンビートにふさわしい。そうですね、トラビといえば壮大さがね売りですからね。昨日は、この間は MI6、 昨日はルネッサンスと、ルネッサンスと、はい、随分ね、私が入ってから多分そういう身が増したかもしれないですね。まあね、うん、トクランチョンビートね、まあ、宇宙からね、はい、規模で言えば宇宙からオケー通りの鳩にまで行ってある。そうだね、確かにね。ミニからミニマムからマキシマムまでみたいなね。あ、そう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 、うんうん、はい、で、あの、もうっていうか、もうね、いろいろやってるってことなので、あの、まあ、毎日やってるからね、うん、あのネタが欲しいのよ。そうするとやっぱりね、こうさ、身近なことからもうなんか宇宙の果てのことまでいろいろ扱っちゃうわけよね。そうよ。あ、でもそういう意味では FM 那覇1さ、あの番組のテーマがさ、いろんな軸で展開する番組かもしれないね、これは。あ、そうだね、いろんなこうさ、レベルというかさ、うん、本当にさ、なんか身近なことから壮大なことまで、うん、なんかね、あの、いや、でも本当にね、いろいろいつもね考えてて。そうですね、でもトークランチョンビート毎日やってる、最近やっぱ毎日出てるじゃないですか、うん、ここ数ヶ月ぐらい、うん、毎日やってるおかげで、うん、あ、自分ってこういうことにすごい興味あるんだなっていうことをよりこう自覚するようになったりとか、 あ、ね、うんうん、あとその自分の好きな分野、うん、考古学とか歴史に関する知識が増えてきた気がして、やっぱね、なんか、うん、暇な時に調べたりするよね。うん、するし、うん、そのやっぱね、今日のその放送のために調べようとかで急いで調べたりもするから、うん、だから俺もだいたいいつもルーティーンで朝起きたら、うんうん、すぐタブレット拾って、うん、
あのネタないかなみたいな。そうですよね。だ情報通になってくるよねなんかね。うん、うん、っていうかまあでもしのちゃんも、まあ、ちょこちょこ出るようになって、うんうん、でやっぱなんか喋れるようになっておうおうおうる感じはするし、ね、うんうん、最初はやっぱすごい緊張してたけど、うん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 、でもその気持ち俺も分かるし、あ、そうですよね、局長も最初、ね、出るの嫌だったみたいなこと言っておっしゃってましたもんね。ステファニーはわりかしね結構司会とか、あ、もともとそう仕事で司会業的なことをしてたりしたんで、うんうんうん、あんまり人前で喋るのには抵抗ないですけどね、うん、俺はもう 2,3 人の前ですらなんか入ってこう渡されたらうんって黙り込む何言っていいのかなっていうなるほどね、これが慣れた理由があり、うん、分かりまして、うんうんうん、なんかあの前しのちゃんが来た時特定の人見知りってやったんだけど、うん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 、人見知りとはみたいなのを調べた時にやっぱね何でも完璧に話そうとするから、あーなるほどね、話さないといけないって思っちゃうから止まっちゃったり、だから日本人は人見知り多いのかもね、あの完璧主義というかさ、はいはいはい、ちゃんとしたいっていう意識が強い人が多いじゃない、うん、日本人はね、うん、だからあのこう語学の習得も綺麗に喋らなきゃって思うから緊張して喋れないし、そう、ね、語学だけじゃなくてこういう普通のトークとか、うん、会話に入ってくっていうことも相手にこうなんだろう嫌な気持ちにさせちゃいけないとか、うん、失礼なこと言っちゃいけないとか、うん、そういう気持ちが本当にね人一倍、人一倍というかすごく世界的に見て強い国民性だから人見知り多いのかもしれない、ね、だから、まあ、身近なことで言えば英語とか、うん、あの日本で、あ、英語を喋れますかって言ったらほとんどの人が喋れないみたいな感じで言うけど、うん、あの外国の方って俺日本語喋れるよって、おはようとかこんにちはだけで、うん、この2つぐらい1つでも喋れたら俺喋れるからって自慢げに言ってくる、ね、言ったりするよね。だから多分間違って恥ずかしいんだろうな、恥ずかしいなっていうのが先にあるんだろうね、うんうん、ね、恥じらいの精神がね、だから、はい、あ、はいはい、あ、コメント読みしてもいいですか、はい、自転車の店タオさん、セーバさん、シテ様、こんにゃちは、こんにゃちは、はい、そしていつもコメントいただいております長谷川淳さん、局長とステファニー・フォン・オーベルシュタイン・高橋まあ今日も私のね、あのミドルネームをねつけてくれてありがとうございます。長谷川さん、これはあれだね、またあの英雄伝説、え、あ、そうなの、銀河英雄伝説の、うん、昨日の名前の、うん、あの位が上がったというか名前をいただいたやつあのな、そうなんだ、なんか認められたのかなあの貴族の、うん、位になった時に、そうなんだ、うん、はい、そしてフェムナハウご視聴のオーディエンス・クーテンターク、今日の星座占い5位の毛利たえ毛沢東ですけどって、あ、毛沢東だよね、毛沢東、毛沢東聞いてるの、あれこの方亡くなってなかったっけ、もう、いやいや、もう生きてない、いや、生きてる、あの中国の偉大な指導者ですよ、はい、ただあのスズメをね、うん、害獣って言って、はあ、言ったから国中の人がスズメをすごい駆逐しちゃったの、何それ、そしたら、うん、大量のバッタが発生して、はい、要はバッタも食べるからね、うん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 、でそれでみんな飢えちゃったっていう、あーちゃーっていうということもありました。なるほどね、まあそうさ、うん、簡単にさ、何かの動物をさ、いやうちらも嫌いな虫とかいるじゃない、うん、でも人間の主観でこれはこうだああだってさジャッジしてさ、そうやってこう排除しちゃいけないよね、うん、そしたら、うん、生態系変わったりするからね、変わったりするからね、うん、はい、うんうん、おそらさん、こんにちは、セバ様、セバちゃん様、あセバちゃん様、スーどこ行ったシュテ様、うん、今日も楽しく正座して心して視聴してますってあのね、嘘だろあのね、もう、うん、それはあの非常に申し訳ない多分ね、正座して聞くようなタイプの番組ではないかな、うん、なんか寝そべってさ、あの肩肘ついて聞くような番組ですよ。そうですね、またはもうトークランチョンビートなので、うん、あのランチ食べながら、うん、あのもう片耳でなんかさ、こうあのなんか何かやりながら聞いていただく感じでも全然私たちとしてはありがたいです、うん、はい、でたけしさんね、はい、こんにちは、イエーイ、今日は誕生日ですということで、おめでとうございます、おめでとうございます、11月4日、うん、11月4日ね、祝いますか。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアおそらさん、たけしーさんだよ、たけしーさんの、これ一段ずれてた、ちょっと最後の最後で間違えちゃダメでしょごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って、せっかく祝ったのに台無し、いや、ごめんなさい、間違った、いやでもごめんなさい、たけしーさん、はい、おめでとう
ね、いつもね、はい、ラジオ聞いていただいて、たけしさんはねすごいな、ごめんなさいな、ね、まあ、逆にわざとかと思ったよ。あのね、たけしさんでもいつもすごいなんかこう温かくてね、うん、フォローになるようなコメントを言ってくれる、入れてくれるので、はい、本当にありがたいなと思ってます。あの今間違った木にこう冷たいコメントが来る可能性も今度からね、アンチとかすFM那覇の、はい、はい、自転車のミスさん、まさにランチ食べながら聞いてます、はい、ということなので、はい、ということでお昼の番組をお届けしますよ。はい、ということでおそらさん、はい、私誕生日だったね、忘れてましたって誕生日だったことになってくれてるみたいです。はい、もう なんかもう何もこんなしょっぱな間違うとさ引きずるタイプだからさ、しかも結構大事なとこだったよね。ああ誕生日ってこれやられたら結構逆やられたとショックだわ。ああ私の誕生日待ってくれてると思ったら他の人だったみたいな本当に非常に申し訳ない。局長も本当反省して、今日の放送の最後も反省してね、これ。ちょっと放送の最後に準備しといて、たけしさんへの謝罪の言葉。大丈夫、あの引きずるタイプだから1時間引きずってまいります。はい、お願いします、はい、ということで、あの本日のトークテーマなんですけども、素敵な、まあ、番組後半トークテーマというかね、はい、ゲストを招いてお呼びしているので、はい、皆さん胸をときめかせてね、待っててください。はい、はい、ということでやっていきます。この番組は YouTube とツイキャスで映像配信もしているので、動いている僕たちもぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでもよろしくお願いします。それではトークランチョンビート始まるよ。結ぶ開く那覇市ができて100周年、那覇市はとっても盛り上がってますよね。モノレールもできて、国際通りもあって、他にもいろんなお町があって、那覇市はとっても楽しいです。おろしわいわいゆきおでした。アロハ、 This is カホクラニ on FM 78 in Naha celebrating 100th year of anniversary for becoming a city. Congratulations to all of youいつまでもいつまでも楽しい街でいてほしいですね。那覇100歳記念おめでとうございます。カホクラニ FM78。 那覇市誕生100周年おめでとうございます。日曜19時からキチョリラジオを担当しております井村と申します。一度来たら忘れられない、そんな非日常のある那覇市を今後とも目指してください。はい、時刻は12時12分となって13分になりました。今ね13分になったね。はい、他にコメントが、はい、コメントね、さっきのね、あの局長がね、たけしさんの誕生日をね間違えておそらさんって言っちゃった件についてあのね、長谷川純さんが傷に塩塗るステファニーということで私がね、局長の傷に、心の傷にね塩をすりまくっていたところ、たけしさんが優しいフォローのコメントを早速入れてくれています。局長のダメージが心配です心配される本当に優しいね。あのメインパーソナリティっていうか、パーソナリティが心配される番組ってあるのかな、はい、いや局長は常に心配されてますよ、うん、ニュースもカミカミだし。あ、もうね、はい、ということで、うん、ありがとうございます。あのもうちゃんとあのねちゃんと何ちゃんと何ちゃんとしていきますちゃんとしていくのね、はい、はい、じゃあニュースいきます。沖縄県は3日、10歳未満から40代までの6人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。前週の同じ曜日と比べ3分の1に減少した。今日も1桁、はい、あ、昨日か、昨日もで、入院が10人で、重症が0人、中等症8人で、ちょっと亡くなった方が4人いらっしゃって、累計395人となっております。直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者は 3.91 人で全国2位ということで、なんか島根の方が1位になっちゃって7ぐらいあったな。え、島根って今までめちゃくちゃ少なかったでしょ。そう、なんでわかんない。なんでみんな気が、でも気が緩んだからといって、もともと感染者少なかったらそんな増えないでしょ。まあでも、まあね、
沖縄の高い、うん、もうすっげー高いところの位置とはまた全然違うけどね、うん、数字のレベル感もね、うん、まあそっちの方は逆に心配かなっていう感じはしますけども、うん、はい、続いていきます。昨日ちょっと紹介した内容なんですけど、はい、王国の歴史思いを馳せて、首里城復興、復興祭古式行列、首里城復興祭は、最終日の3日、沖縄県那覇市の首里城公園で古式行列が行われた。無観客で、催され、その様子は今月上旬に、動画サイト YouTube の首里城公園公式アカウントで配信される予定。新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、今回の古式行列は参加人数を限定した。先導役の、宇帝中城を先頭に、執政や三司官など28人が練り歩いた。首里振興会の、玉那覇美佐子理事長は、琉球王国の時代に思いを馳せてほしいと語ったということで、まあ、昨日僕も紹介した、古式行列の話ですね。まあ、人数限定して28人ということなのですごい少ないとは思うんですけども、まあ、行事自体はちゃんとやったということになりますね。はい、続いていきます。ちょっと待ってねこんなにもいないとあれなのかな。海中をイメージした大劇場小劇場は、王族の黄色を基調に那覇と一般開放。那覇市は文化の日の3日、先月31日に開館した那覇文化芸術劇場那覇とを初めて一般市民に開放した。多くの人々が来館し、新築の匂いとともに、文化が香る館内を見学した。ブルーを基調とした、座席や、天井で海の中をイメージした大劇場約、1600席ではオープンシアターが催された。那覇跡が建設される様子や、開館まで市内で行われた文化事業などをスクリーンに映して紹介。照明や音響を体感してもらうため歌や音楽に合わせて照明が 色とりどりに変化する演出もあった。首里城の軒先をイメージした、小劇場約260席は、かつて王族が着こなしたちょっと着こなした着物の黄色を基調にしたというっていうことで、ちょっと変わりますはい、すいません、ちょっと事情によりバタバタしております。私がですね、今度は代わってニュースを読ませていただきます。続きまして、沖縄観光、手荷物持たずに那覇空港から一気に北谷町へ IT 移動サービスプロジェクト、まちづくり支援などを行うユーデック、東京都の会社さんですね、は5日から沖縄県北谷町を拠点とする観光客にIT を使い多様な移動サービスを提供する北谷観光マースプロジェクトの実証実験を始めると発表した。利用客は新設される那覇空港から北谷町への直行シャトルバスを使い最短距離で移動でき、手荷物を持たずに移動できるようになる新たな取り組みだ。公共交通機関の利用により交通渋滞や駐車場不足などの課題解決も促す。これすごいですね。はい、北谷町を訪れる全日本空輸の便利用者が対象。利用客は那覇空港到着後専用の手荷物カウンターへ荷物を預け、町内のレジャー施設やホテルなどが集まるフィッシャリーナ地区の玄関口ウミンチュワーフまで直通シャトルバスで移動する。手荷物は提携業者がウミンチュワーフに配送する。既存のシャトルバスではホテルなどを経由するため約80分程度かかるが、
直通バスは最短40分で到着するため移動時間を大幅に短縮できる。ウミンチュワーフ到着後は自動運転カード美浜シャトルカートで美浜エリア内の主要エリアや商業施設ビーチまで無料で移動できるということでですね、県庁プロジェクトの概要を説明したユーデックの執行取締役員は、直行シャトルバスの利用や手荷物を預けるサービスを通じ観光客にゆったりと観光を楽しんでもらう仕組みを構築していきたいと抱負を語ったということでした。これいいニュースじゃないでしょうかね。観光客の方が沖縄に来て、今までは北谷まで行くのに、車ある方は良かったけど、シャトルバスを利用してた方は80分かかってたと。1時間20分ですよね。結構かかってると思うんですけど、それが40分に短縮されるということで観光がしやすくなりますよね。やっぱり沖縄観光しやすくなって、やっぱ沖縄いいよねって、行きやすいよねってなったら、さらに観光客来てくれて、お金を落としてくれると思うんで、どんどんこういうのはやっていただきたいですね。大賛成です。はい、ちょっとねコメントいただいてるんでお読みしたいと思います。たけしーさん、ニュース読みリレー、おそらさん、シュテ様、ファイトです、ということで、そうちょっと今日はね、すごいレギュラーなことに、ニュース読みが途中まで局長だったのに、ちょっと私に代わって今私が一人でニュースを読んでる状態です。はい、続いて次のニュースですね。ちょっとね料理に関するニュースみたいです。人気料理研究家のベリッシモさんら動画で沖縄の魅力発信、コロナ後の海外誘客狙う、沖縄の魅力を世界へ発信しようと、イタリア出身でテレビなどで活躍する料理研究家のベリッシモ・フランチェスコさん42歳と同じくイタリア出身でアパレル輸入コンサルタントのムセル・アンドレアさんが沖縄の食文化やライフスタイルなどを紹介する動画の撮影に取り組んでいる。動画は今月にもベリッシモさんの公式 YouTube チャンネルなどの SNS で公開する。動画のシリーズ化も視野に入れており、新型コロナ収束後の海外誘客を狙う。千原ジュニアが絶賛したドキネマ動画、空手家でもあるベリッシモさんは空手家なんだね。子供の頃から空手関係で何回も沖縄を訪れたことがあるという、沖縄は素晴らしい土地だが海外向けにうまく取り上げられていないと指摘されする。動画は来日20年以来という自身の経験を生かし、国内客から富裕層を含めた海外客まで幅広い客層に沖縄の魅力を伝えていく。セリフを事前に決めず、その場で感じ取ることで収録するという。使用言語は主に日本語だが、場面によってはイタリア語、英語の字幕挿入も検討するそうです。そうなんだ、これもすごいニュースですね。なんか沖縄にさ、沖縄生まれ沖縄育ちの人って、沖縄の海の綺麗さとかって当たり前すぎて、あんまりそれをさ、こう発信、なんていうか、どう発信、どう海外に打ち出したらいいかわからないので、こういう海外の方が沖縄のことを取り上げてくださるってすっごいありがたいことだなと思います。やっぱりその魅力もさ、例えばさ、日本人があの国に面白いよって言った方が、その国の人が言うよりもさ、日本人にとっては身近でしょ。それも海外の人、欧米の人とか、イタリアの人からしたら、やっぱり同じ欧米人から言われた方がさ、耳に入りやすいっていうのがあると思うので、特にイタリアはね、私も大好きな国で、なんか多分ね、文化的にすごいリスペクトされてる国だと思うので、めちゃくちゃありがたいなと思います。はい、もうフェリシモさんありがとう。フェリシモさんじゃなくて何、ベリッシモさんありがとうって感じですね。あ、局長が帰ってきたので局長に変わります。局長お疲れ様でした。よいしょ、はいはい、すいませんでした。ちょっとしたメガネが、はい、ニュース読んでくれました。はい、ニュースは全部読みました。ちょうど終われたところです、ニュースが。あ、ベリッシモさんわかります？わかんない、ベリッシモさん初めて知った。あ、本当に結構、テレビにすごいよく出て。あ、そうなの。よく日本の文化とか世界の文化とか、はい、外国の方がいっぱい集まって、ここの日本人のこういうところ変じゃないとか、ああ、ありますよね、そういう番組ね。自分たちの国はこんなのが常識だよみたいなことを言うの、イタリア代表みたいな感じ で、うんうん、すごい男前で、うんうん、すごい男前なんだ、気になる。すごいチャラいっていうか、はい、チャラいっていうか、もう欲もわ、まあ、色男ね、
良くも悪くも、うん、あのイタリア人男性みたいな。なるほどなるほど。綺麗な人見たら、ね、声かけないのは失礼だっていうような感じかっこいいね、うんうん、だからこっちにいたらステファニー、ま、あのめっちゃあの褒められると思う。あ、本当に？え、来ないかなゲストに。お、美しい人みたいな感じで、来てほしい。公共の電波で褒められたい。で、あの本当にね、はい、いや僕もこそのキャラ好き で、はいはい、で本当は料理、研究家なんだけど、うんうんうん、なんかもうタレントって感じ、うん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 、で、これはこの記事見て知ったけど、空手家なんでもあるんだね。で昔からそれで沖縄来てたみたいですね。結構さ、沖縄イタリア系の人結構よく来るなっていう思って、ね、うん、なんかさ、でもねすごいね、私 の、 あの知り合いの方というか、まあ、一度しかお会いしたことない方なんですけど、ドイツ人の旦那さんと結婚されたらしくて、うん、その方はドイツではその沖縄のドキュメンタリーみたいなのたまにやってるらしいんですよ、はい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 、でそれを見てね、沖縄に憧れてる人って一定数いるらしいですよ。あ、本当に、うん、あのね、ベストキットの影響もあると思う。ベストキット、空手の映画、うん、空手の映画で、うんうん、ベストキット、あの首相のおじいちゃん、うんうんうん、いや主人公の首相、うんうん、あ師匠、うんうん、が沖縄県出身の設定なのよ。あ、そうなんだ。で2か、ベストキッド2では舞台が沖縄。へえ。どう見てもシンガポールみたいな感じだったけど絶対沖縄で撮影してないだろ、これ沖縄で撮影してないだろっていうでもあれ見て、はい、沖縄に、うん、しかも空手だからね、うん、沖縄に憧れる方も少なからずいるんじゃないかなって。そうなんだ。でも沖縄はねきっと世界から見ても魅力ある土地だと思うので、うん、確かにうまくプロモーションしたら世界中からワンサーか良くも悪くも来ちゃいそうだね、うんうん、なんかそういったいろいろね、沖縄にはちょっと宝が埋まってるっていう人もいっぱいいらっしゃって、はい、なんか自分俺たちが沖縄県民が気づいてない魅力だったり、そうだよね、この伝え方だったりする、うん、人たちもすごい増えてますので、うんうん、ちょっとどんどんこの来てもらって、はい、他力本願このなんだっけ、ベリッシモさんだっけ、ベリッシモさんね、に期待、うん、はい、頼んだベリッシモ、はい、ということで、じゃあ、ここからは、後半いきたいと思いますけど、一度ゲスト呼んでからセバスポにします？いや、いやもうそのまま、はい、行っちゃいます。じゃあちょっと一回曲かけながらお呼びしたいと思います、
はい、時刻は12時30分となっております。ここからはゲストを招いて素敵なトークをしていきたいと思いますけど、ステファニーさん、ちょっと紹介の方よろしくお願いします。はい、本日のですねスペシャルゲストは FM 那覇のすぐ隣、大阪とね沖縄の料理を扱うお店花火屋さんの中村部長です。ありがとうございます。どうも、はい、ようこそお越しいただきました。はい、ですね、今日呼ぶことになった経緯が、前からね隣に新しいお店がオープンしたなということで、気になってはいたんですが、弊社のパーソナリティで島内茶チンっていう番組やれてるチンさんパパいらっしゃるじゃないですか、が昨日 FM 那覇来た後に、花火屋さんの屋台でたこ焼きを買われて、でそのまま彼のですねこう鬼のようなコミュニケーション能力で中村部長と仲良くなられてたんですよね。でそこにちょうど私が居合わせて、なんかサングラスをして帰るところだったんですけど、セレブかっつって2人に笑われたところからですねコミュニケーションが生まれましてからの、今日は来てくださいということで、どうもようこそお越しいただきました。そうなんです。僕もねたこ焼きの方は屋台の方で一回買わせてもらって、すごい、いただいてすごい美味しい。そう、でもね、大阪出身の陳さんが、ここのたこ焼きめっちゃ美味しいって絶賛されてたので、すごく美味しいたこ焼きをね作ってらっしゃるみたいですね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあすみません。すみません。じゃあちょっとごめんなさい、こっちからいきなりねいろいろおしゃべりしちゃったんですが、ちょっと。じゃあ中村部長のご紹介と花火屋のご紹介をお願いいたします。はい、本来7月にオープンする予定だったんですけど、コロナの関係でやっと10月にオープン、グランドオープンさせていただいた。そうだったんですね。そうなんですよ。お店のテーマというのが、沖縄から世界へっていう形で。お、沖縄から世界へ。はい、ちょっと大それたテーマなんですけど。壮大ですよね。私たちと一緒ですね。そうですね。トークランチョビートも基本壮大なテーマを扱っちゃうっていう癖があるので、はい。ちなみに FM 那覇は踏み台っていうか、ロイター版って言ってますんで、どんどん今度こっち利用して飛び上がって羽ばたいて、大きな世界に飛び上がっていただくために、ぜひ FM 那覇をね、ご活用いただいて、それで。店内にも、いろんなアートがありまして、海外のお客様に来ていただいても、楽しんでいただけるような店内作りを。そう、先ほど、拝見しに行ったんですけれども、店内のアートがすごい特徴的で、世界各国の有名な遺跡とかが、ペイントしてあって、でこう逆に反対側には沖縄と大阪のこうなんか象徴的なモニュメントがこうなんかペイントしてあるっていう、そういうちょっとなんかなんというかカラフルな店内ですよね。楽しい感じの。ねえ、はい、僕が行った時はまだ店内営業はまだだったんですけども。あ、そうなんだ。店内営業はいつから？もう10月1日から。10月1日。あ、はいはいはい。はい、やってたの。11月1日です。あ、11月1日。はいはい、この宣言明けからですよね。はい、そうなんだ。もう最近だから本当に今週からっていう感じです。そうですね。あ、はい、あ、そっか。じゃあこのタイミングで呼べてよかったですね。はい、ねえ、で花火屋さんで、花火屋さんといえばおすすめのメニューをですね、もちろんたこ焼き、ね、もちろんたこ焼き、はい、そう、はい、そしてそのたこ焼きをですね今日はですね FM 那覇特権でちょっとね、持ってきていただいちゃったんですよね。さっきからさ、もう匂いが、香りが、俺唾液出まくり、ね、私ももうなんか喋りながらちょっとなんかこう脳の半分がたこ焼きに持っていかれるっていう状態で、すごい美味しそうだなって、ね、すごい本格たこ焼きをですね。いや、マジでちょっと僕から食べていいですか？クソ、局長から先か。そうですね、でも2人とも前、2人とも食べ始めちゃってね、ラジオが続かないっていうね、無言が続いたっていう、そういうね、人為的なトラブルを起こしてしまったので、今日は私はちょっと我慢して、じゃあ局長お先に、ちなみに僕本当たこ焼き大好きで。そうなんだ。小学校の頃の家庭科の18票でたこ焼き作ったぐらいですか？そうなの？それは今まで知らない情報だった。他のみんな卵焼きとか、そういったの感じだったけど、俺だけ家からこのたこ焼きの鉄板持ってって
なんかたこ焼きを作る局長イメージするとなぜか笑えるね。なんだろうね、なんか見かけとのギャップがありますね。いやたこ、うん、たこもたこ焼きも大好きなので。じゃあこれ、はい、あのいただき、ちなみにこれは、はい、あのたこ焼きのメニューはネギまみれというネギまみれ、はい、もうネギ、そうなんだ。あ、じゃあこっちとちょっと違うのか。違いますね、はい。こちらはこっちは普通のソースになります。おソースの、はい、もっといい画面に、ね、あちょっと画面こっちか、はい、ソース、あ、ソースたこ焼き、はい、でそっちはネギまみれたこ焼きですね、はい。まあ、画面あの動画見れてない方には、お伝えすると、まあ、たこ焼きの上に本当にネギがどっさりと、そうですね、この大陸と海あ、うまいこと言いますね局長。もうあのたこ焼きがチラ見してる感じで、そうですね、チラリズムでございます、うんうんうん。ちなみに僕ネギも大好きです。おーよかった。はい、ちょっと九条ネギを使っております。九条ネギ、いやさす、いやな、こだわってるんですね、はい、うん。いや九条、じゃあ局長早速食べてあのレポートしてください。局長が食べれないと私食べれないんだから早く食べて。はい、はい、いただきます。うわーこれですね、美味しそう。どうですか。うん、うん、うまい、うまい。あのそのまんまだな。工夫がちょっとあのもうちょっとなんかどううまいのかの彦摩呂さんみたいにレポートしてくれないですかね。それは無理ってもんよ。あの中が相当柔らかいですね。そうですね、はい、うん。で、あのソースもすごいいい感じで、いい感じ絡んでて、うん、あとネギ大好きなんで、うん、もう完璧です。お完璧、うん、100点出ました。ありがとうございます。いや、はい、ネギ、あいやなんかもう好きなののミックスだからうん、うん、言うことないんだよ。でもね、本当に美味しいもの食べた時って、うん、うまいしか出ないよね。美味しい美味しいってね、うん、それしか出ないよね、うん、はい、はい。ちなみにこれはやっぱり中丸部長がほら大阪出身だということじゃないですか。そうですね、はい、だから大阪風に作ってるというか大阪の作り方で。もちろんそうですね、はい。あ、そうなんだ。ソースとかも本場のそのとこから仕入れたりとかしてますね、うん。だってあれですもんね、はい、私大阪旅行で行ったことあるんですけど、はい、やっぱ全然違いますもんね、たこ焼きとこのこの組み焼きの味 ね、はい。じゃあその大阪仕込みのたこ焼き、私も一ついただかせていただきます。お願いします。はい、今口に入れましたね。あ、甲骨の顔をしておりますね。あ、うま、左手を口元に。お、おいしい。ありがとうございます。これね、おいしい。あのたこ焼きってパサパサしちゃダメじゃないですか。そうですね、はい。これはね、なぜか小麦なのに、はい、程よい水分を含んだたこ焼き、ありがとうございます。ですよね。でもいて、それでいて表面はカラッとしている感じ で、はい、 はい、そこにそのカラッとした表面、はい、こう焦げたような表面にこうソースのまたこう水分というかね、とろとろみがミルフィーのように重なって、はい、これは味の構想曲だなと、シテマロはちょっと感じましたね。シテマロ、はい、俺考えてたな。そして局長がです。いやでも今食べながら本当に思ったことをね言いました。いやでも美味しい、本当に美味しいです。はい、うん、はい。これ何種類かあったりするんですか。そうですね、ネギまみれと明太チーズ。明太チーズ、はい、これが気になる。テリタマっていうのがありますね。あ、テリヤキソースと、自家製のタルタルを。あ、じゃあ全部で5種類。そ、そうですね。で、あと塩と醤油っていうのがありますね。超シンプルな、はい。一番中村部長のおすすめは、個人的に好きなおすすめはどれ。個人的はね、うん、ネギまみれ。ネギまみれ、あ、はい、僕と、はい、趣味が合いますね。僕とってあれだね、僕が一緒なんだよね。何こう仲良くなろうとしてるんですか。なんか僕と一緒だねって言ったら僕先に感じじゃないですか。いやでコメントねいっぱいいただいてますよ、はい。あのね、たけしーさん、あ、ね、たこ焼き FM 那覇の各パーソナリティに評判ですねって。あ、他の、ね、方も、ね、パーソナリティの方も近いんでよく食べられてるみたいで、結構ラジオでね、もう窓なりなんでね、本当に。でも得なリッチかもしれないですね。あの得なリッチかも、お得なリッチ、はいはい、ラジオ局の隣だからパーソナリティが食べたらさ、ラジオで言ってくれるから。はい、コメントいただいてます。おそらさん、はい、お持ち帰りは、あの質問がね来てますよ、はい、コメントのリスナーさんから、はい、お持ち帰りできますか、あと駐車場もありますかって、おそらさんって方からコメントが来てます、はい。お持ち帰りはもちろんやっております。もちろんやっております、はい、はい。
で駐車場は駐車場はないんですよね。ない、うん、はい、まあ、でもこの近くにあの緑駐車場あそこって有料ですけど、こちら辺パーキングは多いし、ただ持ち帰り買う、まあこれは言っちゃいけないのかな、パパって買えば大丈夫かなっていう。あ、そうか、一瞬ね、うん、そうだね、一瞬で、瞬間でね、道脇にありますので、うんうん、おけい通り 道にありますので、うん、道沿いだ、ね、うん、いやでもね、ほんと私実はもともとたこ焼きすごい好きで、ありがとうございます。そう、ただちょっとちょっと小麦が苦手な、体の問題で苦手なので、はい、あんまり食べないようにしてたんですけど、もともと好きなんでよく食べてたんですよ、はい、実は、はいはい、昔だからたこ焼きにはうるさいんですけど、めっちゃうまい。ありがとうございます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。ありがとうございます。はい。これうまいな。ねえ。トリプル Z ヨーバーさんからも予想。シュテさんは男性2人がトークしてる隙に2個目をパクッと食べるはず。はい。食べてました。鋭いねみんな。これ俺がやろうとしてたことだね。あ、そっか。もう今日はね、できれば相手にトークを振っても集中したいぐらい。そうそう、さっき言ったシュテ主導でお願いって言ったから。そっか、それはあれか、そういうこうなんていうか前振りというか、はい、なんていうんだっけ、この伏線だったわけですね。自分がたこ焼きを食べるのに集中するためのもう、はい、そんなたこ焼きすごい美味しいたこ焼きもですけど、もう一品おすすめがね、はい、ありますよね、中村部長、はい、まあ、焼きおにぎり、焼きおにぎり、はい、日本人の心ですよ ね焼きおにぎり、はいはい、これも今いただいております。はい、僕のところにはこのうわ美味しそうだなこれこの焼きおにぎりの上に何かが、白いのかな、そうただの焼きおにぎりじゃないよね、じゃないのが乗ってるんですか、これは何になりますかね。柚子胡椒マヨですね。柚子胡椒マヨ、はい、焼きおにぎりね、はい、贅沢ですよね焼きおにぎりに柚子胡椒マヨ、このなんだろう、焼きおにぎりの魅力って、おにぎりも好きなんだけど、このなんだこのちょっとした焦げ目と、あ、わかる、見かけがもうさ均一じゃないようなこの、あ、わかるわかる、こうね具合がね、うん、食欲をそそるよね、うん、僕のは、焼き、あ、柚子胡椒マヨ、ね、柚子胡椒マヨ、はい、焼き、私の方が明太、はい、明太海苔の柚子、はい、柚子胡椒じゃなくて焼きおにぎりということで、はい、じゃあ局長お先に食べてレポートお願いします。僕、はい、あ、結構硬いですね、表面パリッパリ、ね、はい、やっぱちゃんと食べる前からレポートしてるね局長、やっぱもう普通に手で持ってるし、ね、ね、全然くパロパロしないよね、うん、なんかちょっとせん熱いせんべい持ってる感じですねちょっと食べます。はい、今なんかいい音がしたね、ラジオに響いたね、パリパリパリって、うん、はい、うん、あ、幸せそうここ1ヶ月ぐらいで一番ね局長の幸せそうな顔を拝見した気がしますよ。うん、おいしい、うん、ちょっと待ってね、はい、めちゃめちゃうまい、ありがとうございます。ちょっと早く食べたいもちろん焼きおにぎり、はい、ベースの焼きおにぎりがすごい香ばしくていいんですけど、はい、その上に乗ってるこの柚子胡椒マヨ、はい、やばい、でも初めて食べたんですけど、そうです、うん、これがまた絡んでご飯に、うんうん、やばい、これなんていう、なんていうんですかね、なんていう、なんかちょっと酸味があって、はいはい、なんだろう、もう感動しました。感動ありがとうございます。すごいね、でも私もね、焼きおにぎりもともとこれっちも好きなんですけど、はい、来た瞬間まさかこのレベルのものが来ると思ってなかったので、なんかもう見かけから違いますよね、焼きおにぎりのレベルが。ありがとうございます。いやちょっと私もいただいてもいいですか。これで完結してる、もうね、満足度すごそうですよね、すごい、やばいです、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっと待ちきれない私も、はい、シュテヒコも、はい、焼きおにぎりを食べてレポートさせていただきたいと思います。これは明太子、明太子味ね、はい、あ、いい匂い、うん、醤油のいい香りがするわあ、今いい音うん、うん、でちょっとね、ちょっと喋れなくなるんだよねなんかね、口の中から消したくない、うん、簡単には飲み込んじゃいけないんだろうなって気がしますちょっとね、堪能したいよね美味しい、ありがとうございます。これ本当美味しい、ありがとうございます。しかもこれ値段ちょっと言っちゃってもいいですか。はい、あ、値段、焼きおにぎり、はい、あ、でも それプラスでしょ。それプラス、これトッピングだから、いや、もうこれは焼き、明太焼きおにぎり、はい、とその柚子胡椒マヨっていう焼きおにぎり、はい、あ、はいはい、それお値段これでいくらなんでしたっけ。330円です。330円、はい、おー、うん、
いやすごい大満足の330円ですよ、これは。うん、美味しい。あの本当に飲みたく、あの飲み込みたくなくなるって大変だけど、ね、しっかり口の中で味わいたくなるよね。そうだからちょっと喋れなくなるね、これ。ねえ、本当に私さ、多分意外と食にうるさい方なんだ多分、うん、友達とかと言って友達が美味しいって言ってんのにたまにうんって思う時あんのよ、はい、そうかみたいな聞くタイプだ。言わないよ、言わないよ。あ、美味しいよねとか言っとくよ。まあごめんごめん、今、まあ、今ラジオ的ツッコミだよ。下側にもラジオ的なトークをして、俺がラジオ的なツッコミを入れた、はい、ただそれだけ。そう、はい、そうだよね、うん、優しいですね、はい、局長ね、はい、そう。これは本当に美味しい。ありがとうございます。うわ、いや、え、これは中村部長レシピ、ね、あの 料理専門の人と考案して考えてました。めちゃめちゃ上手に食っちゃってな。本当に美味しいです、ね、ありがとうございます、うん、この焦げ身もいい感じでこう絡んできて、うん、でさ、多分上 あのトッピングの柚子胡椒マヨだけでもあの美味しいんですけど、はい、まあ、味は強いですよね。そうですね、だからそれの下にある焼きおにぎりと混ざって、はい、でそれにさらにこの焦げ身が混ざって、うんうんうん、あの一回一口で何回か味が変わるわけ。あ、そうだね、うん、中のふわふわな白いさ白米と、うん、こうの醤油の焦げ身のあるパリッとした部分と明太子のこうね三重奏。ありがとうございます、はい、大満足でございます。大満足だね。コメントいただいてますよ。トリプル Z ヨーバーさん、はい、普通に昼飯食っている二人。まあ、トークランチョン、ランチョン、ね、これで FM 那覇で働く特権だよね。仕事でさ美味しいものが食べられるっていうね。いやー、うん、これは美味しいな。美味しいな。いや、これあの本当仕事抜きにまた行きますよ。ありがとうございます。食べ、あの、てか買いに行きますね、しょっちゅう焼きおにぎり。ちょっと今日お腹減ったなっていう時に。やばい、でもすごい通っちゃいそう、うん、もうプラスなんかもうね、ちょっと飲みたくなってきた。あ、なってくるね。これハイボールとか欲しくなるよね。この結構さ、あの意外とご飯ものってお酒に合わんかったりするかったりするんだけど、ね、これ結構味がしっかりしてるから、う、ね、なんかすごい、はい、あの麦酒が麦酒が飲みたくなりますね。これでも本当お酒好きな、夜もやってるんでしたっけ。そうです、そうです。あ、夜は目視焼きとか、はい、まあ、昼もあのやっております。ランチメニューもあるんですけど、うんうん、夜のメニューも昼食べることができるので。おうおう、昼夜って一応営業時間分かれてはいる、はい、平日は、昼は15時までですね。ランチは11時半から15時まで、で夜が17時から24時まで。あ、営業されてるんですね、はい、で土日祝が11時半から24時までですね。お、うん、結構長い時間 ね、はい、ね、やってるんだ。いや、これはね本当にね、おすすめ、おいしい。結構夜の番組とか、うん、ひょっとしたらこっちで終わって、うん、そのまま打ち上げみたいのがあるてか、そろそろほら、あのなんかさ、私がね、私 FM の入って今1年ぐらいなんですよ、はい、でも一度も歓迎会をしてもらったことがなくて、はい、でもやっぱりその言い方なんだよ。あのできない。いや、いや、だってしてもらってないんですよ。だって してないのは事実、うん、事実だよね。事実だけど否定できない事実だよね、うん、だってね、あの時期を考えてごらんなさいよ。分かってるよ。みんな局長とか社長が冷たいせいじゃないって。コロナのせいだってちゃんと分かってるよ。今の言い方だとさ。あ、コメントで質問ね、してます。あの質問がね、あの来てます。予算、おそらさんから、予算はどのくらいで楽しめますかって。これは夜の方かな。あ、じゃあ昼も夜も教えてください、うん、予算。昼はね、まあ高くても、まあ、850円ぐらいまでで。それメニューなんかありますね、はい、これランチメニューになっています。あ、安い。そうですね、ちょっと見てください。ゴーヤーチャンプルー定食が750円、油淋鶏も750円、高いのでアグー豚のハンバーグ定食800円とか、はい、アグー豚のキーマカレー、ね、まあ、どうせならみんなちょっと紹介お願いします。え、みんな全部、うん、パパパって
あ、じゃあいきます。アグー豚のキーマカレー800円、ハンバーグ定食800円、日替わり定食800円、ユーリーチ750円、チキン南蛮定食750円、店員一押し唐揚げ定食750円、あと、まあ、ここから全部750円だね。フーチャンプル定食、ゴーヤーチャンプル定食、沖縄定食で、あの沖縄そばもね、あ、ですね。で、あ、ちょい足しで唐揚げ2個でプラス150円とか、はい、味噌汁をミニ沖縄そばに変更でプラス150円、あ、ライス大盛り無料、そうですね、食いしん坊にはもうね、えガチマヤ、これ特に男の人とかさ、うん、ランチがっつり食べたい人にはぴったりですよね。そうですね、うん、ねえ、結構日替わり定食が一番おすすめになりますね、はい、あ、もうそうなんだ、来てからのお楽しみね、はい、夜はどんなこうメニューというか、どれぐらいの予算で飲みに来れる感じかな。今ねキャンペーンもやってるので、あ、そうなんだ、お酒がすごく安く飲めます。 おいくら、ね、ハイボールはい、が、じゃんけんをして、はい、買ったら150円、安っもう家で飲むのと変わらないじゃないですか、はい、で負けアイコに関しては300円なんですけど、サイズがメガになるんです。っていうあ、じゃあどっちにしろお得なんだ。なん、はい、どっちにしろ店負けですね。じゃんけん強いからちょっと、はい、あれだね、あのちょっとしたゲーム性を、はい、あ、楽しいね。あ、コメントいただいてます。 RTM のみっちゃん、さっきね、この方ね、あのうちのお仕事で関係してる方なので、一瞬 FM 那覇にいらっしゃってくださったんですけれども、焼きおにぎり食べるチャンスだったのか、その焼きおにぎりは本当に美味しいんですね、してさん、メモメモということで、うん、そうですね、もうちょっといらしたら焼きおにぎりを食べるチャンスだったかもしれないですねあの、はい、僕のことは書いてないですね、僕のコメントはいや、まあまあまあ、いじけちゃった局長がおそらさん負けた方がお得かもっていうことで、そうそう、ね、結構、はい、飲み方はそうですね、そうですね、そう、飲む方は負けた方がお得だよね、はい、うん、そうですいやすごいね、すごいね、うん、まあでも予算なんか大体でもあれかな、すごい飲む人じゃなければ2000円かためでも楽しめるくらいの、楽しめますね、あ、じゃああれだね、はい、コスパのいい、はい、美味しくて、はい、店内もアートでおしゃれで、はい、コスパもいい飲み屋といえば三重橋の花火屋さんですよね。はい、ありがとうございます。食べたな、はい、キャンペーンいつまでってちょっと、その各ハイボールのキャンペーンは明日までなんですけど、あ、明日まで急げみんな、もう今日飲みに行って、来週の月曜日からは、こだわりレモンサワー、あ、別のやつがキャンペーン対象になるんだ、はい、やります。でそれがまた月曜日から金曜日まで同じじゃんけんイベントをやります。あ、もう週替わりで、はい、あ、じゃあ毎週何かしら安いドリンクがあるんだ。そうですね、はい、いろいろ、まあ、イベントを企画してて、まあ、せっかくこのランチョンミートさん、うん、ね、ランチョンビートね、ランチョンビートさん、でもみんなランチョンミートだと思うんですよ、あのほぼ全員間違えるあのそれが、うん、あの普通に缶詰になっちゃうから、ね、そうそうごめんなさい、いやいや全然、あの全然よく、ええ、あのなんならよくこっち、あの問い合わせで、あの、はい、FM 沖縄さんですかっていうのもよく聞いてでちゃんとあの丁寧に説明もします、はい、あのそうですね、あの全然大丈夫ですよ、こっちは全然大丈夫です。まずなぜ大丈夫かというと、はい、僕たちも間違えるからそう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 なので他人の間違いには寛容です、うん、あのゆるくやってゆるく、はい、あのゆるさがうちの売りなんで、はい、はい、まあね、あのこっちの番組じゃないやつの問い合わせが来て、うん、話聞くと FM 沖縄だったりしてあ、そうですねみたいないやいや、ちょっと時間ないので、はい、もっとそうだ、ね、あのどんどん花火屋さんのお話を聞きたい、はいはい、あ、じゃあ最後に何かあの、はい、リスナーさんに お伝えしたいこととか告知とか。あ、そうですね、せっかくランチョンビートさんに、はい、あ、正しく言ってくれた、はい、まあ、今日から1ヶ月間、はい、ハイボールを、はい、じゃんけんなしで、お、いっぱい150円で、メガが300円、はい、1ヶ月間させていただきますんで、でまあ、あの店内来られた時にランチョンビートさん、はいね、ランチョンビートを聞きましたよっていう一言言っていただければ、はい、はい、分かりました、トークランチョンビート聞きましたよって言ってくれたら、はい、150円に、150円です、メガが150円、メガは300円、はい、だからあの僕ら何気なく言って、うん、トークランチョンビートって言ったらあの150円、うちらもなるのかなもちろんなります、はい、もちろんやった、はい、じゃあね、
じゃあ私の歓迎会は花火屋さんで、はい、ということで一旦エンディングいきます。はい、はい、時刻は12時54分、もうすぐ55分になるところです。はい、今日はね、素敵なゲストお隣さんということで、はい、来てもらって大丈夫ですよ、はい、花火屋の中村部長さん来てもらいましたね、はい、しかもね、すごい美味しい、美味しい焼きおにぎりとたこ焼きをありがとうございます。どっちも好きだな、うん、ねえ、うん、もうでも中村さんさ、動画で見ると多分いかつい方に見えるかもしれないんだけど、いかつい今なんて言おうとしたの。あのね、口悪いっすよ基本。すいません、オッケー出たぞお前。怖い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 。いや、でも本当に生で会うとすごい優しそうだね、素敵な方ですよね。なんかもう笑顔が素敵ですよ、癒されますよね。もう中村部長の笑顔にね、癒されに皆さんぜひ花火屋さんに行ってください。はい、うん、もう FM 那覇隣ですので、はい、理想はね、トラビ見に来て、はい、もう食べながらも見ることもできる。あ、そうだね、見終わった後食べてもいいしね。なんで、ぜひ、もう本当に FM 那覇の隣なので、はい、うん、ぜひ皆さんもどんどん食べに来てください。もう本当に美味しいんで、はい、はい、今日番組後半から、約26分25分、はい、ありがとう、お付き合いどうもありがとうございました。というか何よりこの焼きおにぎりとたこ焼きありがとうございます。ありがとうございました。もう、はい、この後堪能しながら味わって食べていきたいと思います。はい、というわけでやってまいりましたトークランチョンビート、皆さん、コメント、ご視聴、ご拝聴どうもありがとうございました。今日は、お隣の花火屋さんを招いて、お伝えしました。本日のお相手は、セバスチャンとステファニーでした、うん、とあ、どうも、すいません、花火屋中村です。はい、はい、ありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました、うん。